皆さんこんにちは。今回紹介するのは日本の女優タレント元グラビアアイドルの原美希恵さんです。彼女は1987年7月3日に北海道で生まれ、新潟県で育ちます。身長163センチの大型、スリーサイズはバスト94センチ、ウエスト61センチ、ヒップ88センチの G カップという日本の男性を魅了するダイナマイトボディです。もともと彼女は女優志望で、幼い頃から女優になりたいと思っていたみたいで、2003年に第9回全日本国民的美少女コンテストへ自ら応募し、本選でグラビア賞を受賞しました。その後芸能界デビューを果たし、以後グラビアアイドルとして人気を集めました。胸は小学校3年生ぐらいから大きくなり始めたみたいで、自分だけ変わっちゃうと感じ、最初はコンプレックス感じていたみたいです。しかしグラビアアイドルとして活動するようになって、自分の武器だと思えるようになったと語っています。彼女自身は自分の体で目が好きだと語っています。趣味は半身浴、マッサージ、ヘアベア集めみたいです。特技は水泳と語っていますが、彼女がこのダイナマイトボディで水泳をしていたら、男性の皆さんはプールから上がってこれなくなっちゃいますよね。彼女は美少女クラブ31や日テレゼニック2006のメンバーで、また市川美恵、酒井絵里、中島結衣、中村静香によって結成されたユニットティーンエイジクラブの一員でもあります。2017年8月8日に発売されたグラビア写真集をもってグラビアアイドルを卒業し、仕事における水着姿等を永久封印しました。その後は女優業やバラエティ等に専念しています。彼女の34歳の誕生日である2021年7月3日に美少女クラブ31時代の同期の森田彩香と共に YouTube チャンネル大人を楽しめを開設しました。ぜひ視聴してみてください。以上が原美希恵さんのご紹介でした。彼女の活躍をこれからも心待ちにしていましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではモデル、女優、アイドルなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。